ちは、ザッキーです。今回はこの子、コーンスネークの、うちで飼っているコーンスネークのクーちゃんの紹介の動画になります。この子は半年前以外にうちに来てもらった子なんですけど、食欲もすごくて、半年前ぐらいより全然2倍ぐらい長さも太さも出てきたので、それをちょっと比べてみようかなと思います。一旦半年前の動画をどうぞ。はい、どうですか？比べてみて、今より全然細くて、なんかちっちゃくて可愛くないですか？ピコピコして、今もめちゃ可愛いけどね、可愛いね。で、半年前と同じ容器をここに用意してあるので、ちょっとどんくらい変わったか見てみましょう。はい、じゃあくーちゃんを比べてみます。はい、入ってね。どうですか、これ全然違くないですか？いや、もう狭い、すごい狭い。うちにはもう一匹ボールパイソンがうちにはいるんですけど、やっぱその子と比べてもね、この子は食欲が尋常じゃなくて、マウスを上げても上げても欲しがってくるので、まあ、そんなには上げてないんですけど、こんなブリブリになっちゃって、もっともっと大きくなってほしいですけどね。じゃあついでに体重も測ってみます。くっちゃん、いってらっしゃい。あ、ちょっと、はい、 176g。 すごい、もうめっちゃでかくなってる。立派ですね。うちに来た時の体重は多分40何 g だったと思うんで、それと比べても 3,4 倍になってますね、この子。長さはちょっと最初測んなかったんでわからないですけど、まあ、全然2倍とかになってます。すごい成長早いですね。ヘビもいろんな生き物飼ってるけど、コーンスネーク結構早い気がします。成長が登ってます。かわいいコーンスネークは初めて飼う人にもすごいおすすめですね。こういう色もいろいろ種類があって、食欲も相当あるし、活発だし、すごいいい子です。慣れてくれば餌も欲しがってくるので、すごいおすすめですよ、コーンスネーク。かわいい、この口もかわいいんですよ、コーンスネーク。見えるかな、このおちょぼ口みたいな、この口もかわいいんですよ、コーンスネーク。またボールパイソンとかとは違った魅力がありますね。最後にこの子の餌のシーンをだけ見て終わりにします。